そうかもね。カードゲームでもしてみたいな。カードゲームしてみたい。ねえ、昔ペコラとなんだっけ、ハースストーンやろうよっつったけど却下されたわ。でもなんか確かにカードゲームは難しそうだな。なんか2人ともレベルが高くないと慣れた、そうなんか難しそうだから、ちょっとかなり練習が必要になりそうって言うね。まずで結局その時はハースストーンじゃなくて晩酌になったんだよね確か。結局ハースストーンはちょっと難しいっつって、そうそう、ゴッフィーこそ選手やったことないんだよね。ゴッフィーわかんないな、やったことないな、自信なし。 MTG 何それ、ミーティングマジックギャザリングみたいなやつポケモンカード、ポケモンカード船長子供の頃集めてた。え、バトルしようと思ってたんじゃなくて絵柄を集めてた。語彙はすぐわかる。あ、そうなの、なんか難しそうだなって。船長カードゲームとかさやるとさ頭がしっちゃがめちゃかなっちゃうんだよね。なんかだんだんさもうさ、あーもうわかんない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 ってパニックになって適当なことをしちゃうんだよね。うん、へえ、シングルタスクマリン、いや、ほんとにシングルタスクなんだよね。シングルタスクって鍛えれば治るのかな、マルチタスクになるんだろうか。バイオの DLC してるやん。あー、でもあれはさ、トランプじゃん。違うんだよ、なんかカードゲームってもっとさ、難しいじゃん、なんか。UNO? あ、UNO は誰でもできていいよね。今思うとさ、ババ抜きってさ、ババ抜きって、マジただの運ゲーじゃん。いや、カードゲームどれも運ゲーではあるけどさ、ババ抜きはさ、運ゲーが過ぎるよな。じゃない？そうだよ。何？マリン船長抜き？え？どういうこと？え？わかんない。どういう意味？ババが、マリン船長と何か関係ある？え、マリン、ババ、ん？え、一文字も合ってない。え、どういうこと？どういうこと？え、わかんない。何それ？どういう意味？わかんない。それ以上いけない。あれ？遊戯王カードの当たりって何？君たち。なんだっけ、ブルーアイズホワイトドラゴンですか。はいはいはい、レアはキラキラしてる。あ、キラカードってことはブルーアイズホワイトドラゴンってこと。あ、そうそう、おお、ブラックマジシャンが、ブラックマジシャンガールってめちゃくちゃ可愛いよね。え、今でも通用するデザインじゃない。現代でも戦える可愛さだよね。ブラックマジシャンガール、エッチな本ありそうな気がする。あるやろな、ブラックマジシャンガールは。エッチな本。